ゼトー発見。一つ必ず並びで座る。二つ朝一に座った台を打ち切る。三つ合わせて8000枚を目指す。さあ行きましょう。おはようございます。行くぜー。並ぶか。あっせーん。よっしゃおっしゃおっしゃ。これよ。ゼツー発戦。おー並んでる、はい、ええやん。なんですかこの空気、ね、ゼツーすがれすが違う。ゼツーまあまあゼツーなの。まあいいんじゃないですか、はい、おはようございます。おはようございます。うわ、な並べな。あれありますよ。ここ取れた。よし取れた。さあというわけでまさかの3人並びで死んで、はい、やっぱチリちゃんがいると違うな。チリちゃんがいると急に違うな。いつもの俺らとは違うセンスをお届けできると思います。お楽しみに。始めちゃいましょうか。よいしょ。どうもーデジャブ編集部ゲッチンです。同じく電車が花尾です。チリビトです。懐かしい絵面でございますけども、はい、いくぞー。デルタオーロおノーって言っちゃった。しちゃったノーって。もう閉めようとしちゃった。もう俺いらないみたいになっちゃった。2人でやるようになっちゃった。もう一回いいっすか。はい。ダウト王と庭王の。おお。こっちできたか。庭王庭王庭王って何。庭の王ですよ。庭王の。いやいけない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 あらやれるやろ。まあ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 ね。投資でやったらいけたな。じゃあ庭王でいきますか。庭王でいいんですね。じゃあいいですね。いきますよ。じゃあいいんですね。はい。庭王と庭王と庭王の絶対発生。いけた。いいじゃないですか。いけましたね。しかも8000でいいですね。もうあそうだ8000でいいですね。いいじゃないですか8000で。まずはじめに一つ聞きたいことがあるんですけど、なんで来たの。そこ一番気になってたと思うんですよ。だってね、前回収録してる時に実践中にその段階からもしかしたら来月チリちゃんが来るかもしれませんって話を僕聞いてたわけですよ、はいはいはい、だからなんとなくやんわり僕前振りしたわけですよ、はい、人数増やしたらどうですかみたいな。そしたらコメントがいらない。2人でやれても溢れちゃったんで、うん、初めに説明しとかないと、はい、いらんよみたいな流れになっちゃいますよ。岩尾だからです。それはしょうがないね。それはしょうがない。しょうがないもん。しょうがない。言った仕方ない。で今日12日なのよ。そうです。本来なら前回に来たかったけど。来たかったけどね。うん、うまくいかなかったんだろうね。うまくいかないのよ。みんな人生ってうまくいくことばっかりじゃないから。そういうことですよね。人生の話ってね。それをどうにかしていくのが大人だから。なるほど。うん、さあというわけで社会の縮図みたいな全発言が始まりましたけど、はい、はい、今回一つだけ。いいことがもうありました、うん、いやそうなんですよ。見ていただいた通り、うん、初やっぱ俺ってことだよ。花ちゃんありがとうございます。庭王たるよ。ありがとうございます。だから庭王なんだ。庭王来ると俺らさ今まで散々先頭並んで、そう先月なんか550番と500番ですよ、ね、ひどいもんでしたよ。それが庭王が来ると何番でしたっけ。私12番、はい、14、18。こんなことあります。ズブズブ庭王。ズブズブ庭王ですね。だからもううわありがとうございます。すごかったです。助かりました。ありがとうございます。毎回何やっても3ヶ月に1回ぐらい来てもらっても、まあ、抽選だけ来るとかでもあります。そうですね、こういうのありますんで、うん、ただ誰のおかげかは分かりませんけども、うん、この番号で座った台が花尾ちゃんお願いします。エルパチスロ塩原の消防隊でございます。うもう最新しかも最近の人っぽい。エルって言った。エルってねスマスロって言わないからエルって言いましたよ。うわスマスロでございます。二人で寝台を初週に座ったことは一度もございません。あない。あまあやってるのもう本当に今までで一番寝台っぽいの座れたのが初めの時の、リノとバ キ,、ね、あのバキかな。本当スマスロの最初だ、はい、リノヘそれからは大体次の月ぐらいに座れたことはあったけど、うん、そうですね今までに1回もないですよ、うん、初の本当寝台バキバキの寝台での実践でございます。庭をありがとうございます。ありがとうございます。変な感じになるから。しかも皆さん見ましたね、あのサムネあの PR 含めて書いてないですからね。案件ではございません。あ、ね、はい、そういうことです。大事です。そうです、はい、大事です。ございません、はい、ただ単純に庭王のおかげで寝台に座りました。で3人で打っていくわけでございますけども、はい、
もう言っちゃったから8000でいいっすね。ああなるほど。だって本当だったら3人いたら2人で8000なんだから3人は1万2000なんだけど、早く帰りたいでしょ、楽したいから。そうでしょ、うん、もう出ちゃうで屈指の早く帰りたいリストだからそうですね、王です。そうなんですよ、はい、帰宅王なんで、はい、まあ、今日の目標時間だけちょっと、まあ私はいつも14時で、おー、ああブレずに、はい、いいしで、今日14時までに3人で8000枚、はい、さあというわけで3人で永遠の消防隊、あすいません、L 永遠の消防隊で大事です、はい、8000枚を目指していきますので、応援のほどよろしくお願いいたします。いきますよ、庭王と庭王と庭王の絶8000。さあ皆さん、はい、準備の方が整いましたよ。はい、行きますよ。まあ、ニワオがウキウキしてる。いや、ニワオが。なんだかんだね。なんだかんだ、並ぶと。並ぶと楽しい。楽しいですね。打っていきましょう。しょうぜ、ちなみに皆さん、打ったことあるんですか？ショロツと。俺も1回。僕も1回。みんなふわふわだ。みんなふわふわですけど。まあ、打った感想は、まあ、永遠ですよね。そうですね。そのままチャンスゾーンついただけですです、うん、でちょっとスペックアップした感じ。そう、そして高設定域の割が頭2つぐらい上がりました。 114.9%、 ありがたい。なのでもし入っていたら出るでしょうっていう台になりましたですね。今まではまあ確定してもちゃんと負けることあったんですけど、はい、6.5 はね、はい、もうスマスロの永遠は積もれば出せそうです。積もればでかいっす、はい、しかも花尾ちゃんの横が松八なんで、あの今日2の日か、本当だ、松2の、まあ、6点後の永遠が当たりだったらもう諦めましょう確かに。で島津がだいぶ変わりまして、この永遠が7台、はい、でこの列の左側残り5台が 6.5 号機の永遠という永遠並び、ちょっとおしゃれ永遠列が、うん、3人並び久しぶりだな、ね、俺はねほらね、ジャンバリー .tv のさ、はいはいはい、ゴチノリマンちゅうのでやってますね、3人並びで、よくそのなんつうの2人ともあんま機種信頼知らないから、はいはいはい、解説役で真ん中に座ってることが多いから、この配置はなるでしょ、そうなんだ、確かによく見る並びでは。十字面変換に関してシステム一緒なんですか？これなんかこう一番よく見てくると、ね、どんどん光っていくじゃないですか、周りが。そうそう、これですね、周りが光るの何なんですか？はい、来ました、はい、それとも知らないことをするんですよずれ傷つきたくないタイプだあ、行きますよ。これはチャンスゾーンですね、はい、肺炎、肺炎騎士団か、はい、あれ肺炎騎士団っていうの、肺炎、そうそう、肺炎、あれ肺炎じゃないんだ、肺炎です、肺炎なんだ、はい、聞きました。ポルシェです、ポルシェ、あ、それか、はい、肺炎か、肺炎です、あで結構お値段を張るわけですね。そうですよ、期待度 50% ぐらいですね。でも一緒でしょ、要は一緒一緒一緒っす、変換して15円プラスアルファ、誰出てくるか、それでエピソードボーナスが出やすいんで、うん、俺が売ってる限りここも全部普通のボーナスだと思うね。あ、そうなんですね。あのエピソードって書いた時エピソードが1回も出てきたことない。ここでボーナス引いて結局伝承者の陰で当てるみたいなのが、あ、まあまあまあ、まあ、正規ルートよ。全然来ない、うん、違う、ああ来ない、終わりや、お、弱いか、ノー変換ダメ、ああ、ああ、はい、入りました、64ゲーム開演騎士団、これは簡単に入るんだけどさ、本当に 50% あんの？さあラスト、まあ設定さありそうですよね、64ゲーム、割とジャック薬が当たるような気するんだけど、気のせい、いや当たる気メージありますよね、はい、前はこれぐらいかさ、変換名十字名以外は動かすだったけど、今回なんかレア薬が割と当たるイメージあるんだよね、うん、レア薬から当てしたらまたほぼ濃厚なの、そうだと思うんですけど、ね、でもそうだと思うね、はい、ややからの発展はよし変換、みんな知らない知らないことだとみんなスルーするの続くのかね寂しいんだけど、切られてるの、たたったん、頑張って、よいしょ、いった、いや、うまい、78ゲームか、あら、ね、これはもうこのままいっちゃいますよ、僕じゃあいっちゃって、しかも席としてはね、松八の隣ですからね、そうなんですよ、177、はいよ、あー、エピフォではない、レギュラー気温はそれよ、79、そのイメージ大体レギュラーっすもんね、もう全部ほぼ掃除、いきましょう、でここが大事なの、あで俺が1回打った限り俺、ね、ボーナスを8回ぐらい引いて全部デフォだったんですよ。あ、僕もデフォですほぼ、いやね、でもまあ変わんないでしょ、そこは変わんないんだったら、そんなデフォがいっぱい出たらもう1でしょって話ですよ。
今日分かりました。それが今回その規律が変わったのかななんて思ったんですよ。そういうわけではないですね。ではないと思うんですけど、おフリーズチャンスではない。これは大丈夫だろう。このままじゃ2時に終われないですよ。2時に終われないですよ、このままじゃ。まあまあ入れちゃえばね。うん、さあチャンスアップ。1人2700枚ぐらいでしょ。ケイちゃん最近動画出てなかったじゃないですか。はい、よいしょ。あ、見事に見事入れた。8ゲーム入れました。伝承さんの影からはさすが上手だな。オッケー、伝承さん。とりあえずおいえピボー近い近い近いですね。花尾ちゃん設定あるんじゃないか。やってるこれね、あの設定ありますねこれ。なんで、うん、積もりました。8並びの3台だね、うん、3台並び。そうですね。あ、右のマス8もう1000枚だ。早いな。早い。あらこれ当たるんじゃない。ちなみに赤文字強くなりましたよですね。演出バランス変わりましたもんね。第一回前のエースバランスはまあまあなんかこうよく分かんなかった。まあでも慣れた感もありましたけど、ね、ああもはやね、あれが当たり前みたいな。だ普通のパチスロみたいになったわけですか。 あるじゃないですか。はい、さあということで天国に当たりました。ワンワンニャイン設定あるじゃん。設定は分かんない。さあどうでしょう、シナリオ出てくるんじゃない。これ出ると思うな。シナリオ2どうでしょうか。ハイレス2。あまあまあまあ、ね、いやマジでねデフォばっかなんだよな。ダメはい、ダメダメ。いや一発で取れんとねこれ勢いに乗れんよな。さあ続きましょう。僕もデフォ。はいほら、はい、これはもう大丈夫でしょう。アイリス、いや来た、よいしょ。フレイル、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 よし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 。これはもらう、さすがに。ナイス、大丈夫。さあボーナス、あエピソード、はい、消防官の戦い、これは消防官の戦いはデフォ、デフォエンジンの戦いか。多分デフォだと思って、ストック多分ないはず。ないことはないよ。いや、ないっす。いや、そんなことない。これデフォだって聞いてる。消防官の戦いはまあストックした小です、ね、弱い、少ないやつ、うん。でも当て続ければ一緒だから。そうです。サイビック44ゲームかな。よー伸ばすぜ。ほんままいったら2時終わりありますからね。あるよマジで。さあということで1個目はスカッとしまいました。まあ、2個目取りゃいいのよこれは。チェリちゃん映像を見るの久しぶりじゃないですか。はい、だから画面の向こうでみんなが多分ざわざわどういうしてると思うんですよ。どういう意味で、あのこんなでかかったっけ。何があったんですか、ね、それは説明しといたらいいと思うんですよ。別人説ありますからね。何があったらそんなに急にでかくなる。そうなんですよ。で今何キロあるの今。だから煩悩です。煩悩くらい 108? 煩悩の数 100超えたの。100超えました。100キロ超えるって結構才能ないと才能ないと無理です、ね、俺がいくら食っても。そうそう、ツイッター見てるじゃん、 X 見てますよね僕、はい、すげえ食うんですよ、うん、あんだけ食っても80代からもう上いけないんですよ。僕も最高98キロでやっぱ限界だったんだ。才能ないんだろう。うぜえなデブのくせに。何やあいつ。108王じゃん。108王。108王煩悩。動画に出ない間になんでそんなに大きくなった。あのね動画に出ないからです。うわ見た目気にしないからですか。そうシンプルにシンプルに。あのだから動画は出続けた方がいいですよ。だからグラビアアイドルが常にこう裸で体見てるからね。そういうことです、そういうことです。人に見られるからこそ、はい、タロの怠慢ですよ。そうです、ね、日々の、はい、だらけてたんですね北千住で、はい、ああね。さあ2個目
ここってなんか画面あるんすかね。まあなんかいろいろ出るんで、なんだろうね、キャラは設定なのか。さあ2回戦、なんかここは絶対に取らなきゃいけないところ、うん、クレイルさん来た、おっしゃ。オッケー、ナイス、順調でござる。13ゲーム、ビッグボーナス。13ゲームね、揃ったの。ちょ、まじみんな、皆さんついてきてくださいよ、ほんと。チリちゃんはついてるよ、俺時間よく。あーだ、あ、オッケーオッケー、ナイス。北千住が待ってますよ。待ってるね。俺もオファテン見せんといけんしな。いや、まあ、早めに当ててもらったら助かるけど。全然当たんない。10時目。発展すらしない。チャンスか。これね、今回ね、これなんだよね。この2連がね、めちゃかせるんだよ、ルーレットの。これ L からめちゃ弱くなったんですよ。で配送が上がってればありがたい。めっちゃ入るやん、ね、レンチャンス。いや、もう連チャンさせるんだよ。ああ、近いですよね。あれ今通常時のうちはレーあのままずっと続いてんの。はい、そうそう。え、もちろんっ す, すげ落とすわけがない。そうだよね、そのまま8000枚だ、はい、そうです。まあネザーから始まったんでストックもあったと思うんですけど。そうか、資産一番大きいもんね。そうです。ああ、避けれない、しゃあない。次回予告、ボーナス確定、19ゲーム、はい、うまい、続くぜ。延々ボーナス今3000枚ぐらい。まだ600枚。まだまだ600枚。チリちゃんと変わんねえじゃん、500枚だ。なんか変な感じだね、ちょっと敵対してる。やっぱね、本来は僕と大王の番組なんだよ。そうなんですよ、2人でやる番組なのに。なんかね、邪魔者来たなみたいな感は正直、ね、俺らはでもさ、でも受け入れてる、ね、雰囲気は出さなきゃいけないじゃん。まあそうですね。なんかその、はい、わざわざ先月僕あの前振りどうでした。いや、素晴らしかった。なんかすごい、でもやっぱ受けは悪かったんですよね。そうですね、やっぱり。それでも来るんだから。すごい涼しいやつが、ここに言われるのがいい。でもこのコメント、それをさらに乗ってくる人がいると傷がつく。まあでもコメントの方はまあ好きに書いてください。まあ、今回はそうですね、まあ、最初から荒れるでしょうね。最初からおかしいもん。まあでも大王もこう言ってますけど、やっぱチーさんがやっぱいると嬉しそうですよ。やっぱ、いや、バレてます。いつもよりもめっちゃ笑顔。やめて、やめ、圧がすごいから。メガネが曇る。さあ、私は400超えました。あら。さあ、チーリちゃん、はい、リセット時の天井の方を発表してください。650点差の内容、リセットがかかっていれば、はい、かかってなければ850です、はい、はい、はい、よし。チリちゃんうまいんじゃない、もしかして。まあまあやれてる、しっかり、はい、回して庭をやるな、やっぱ。任せてくれや。任せます。つけめられたいな、そろそろつけめられたいですね。これ、つけめられるしじゃないでしょ。こいつじゃないですか。ゆりちゃん、原作は見てんの？見てないです。見てないんだ、はい、じゃ知らないんでしょ。知らないです。つけめられるとか絶対知らないって言ってる。知らないです。つけめられボーナスしか知らないです。わかりやすく言うと、浦安鉄筋家族の花丸きくん、結局全裸になっちゃうみたいな。歩いてるうちに全裸みたいな。やめろよみたいな。花丸きくん脱げていく。だいぶ初期の方ですけど、花丸きくんでしょ。でもとりあえずあれラッキー、スケベられたやつですよね。あれスケベられてますね、完璧に。あれが元祖でしょ、スケベられの。いや、ね、まあエロくはないけどな。チリちゃんはアニメは見ないけどさ、なんか逆にハマってることってあんの、そういう。あ、そう、映像とかで。映像、まあ音楽が好きだもんな。まあまあ音楽、まあまあ、ライブは結構行くんですよ、チリちゃん。花丸ちゃんも一緒に行ったこと何回もあるもんね。何回もありますね。なんかもうだいぶそのバンドマン界隈とも仲いいですもんね。うん、ね、行って仲良くなってさ、バンドマンがよく行く飲み屋さんとかね。ああ、ましたね、一回。俺も連れて帰ったことあるもん。クソみたいな地獄だったよ。ね、
あのすごい褒め言葉の意味の方の地獄で、最初の方、最後の方はもうめちゃめちゃ笑顔でしたよ。いやあんなに居心地いい場所ねえよ。ただ何も知らずに連れてった最初は結構マジで嫌そうで、なんか、ってどこに連れてくも言わないで連れてった。あ、まあまあまあ、何これぐらいの。僕もなんだかんだ地味にやってるじゃん、もう本当に撮るとこ多分撮れてる感じで。あと皆さん、あの自分のソロカメラだけじゃなく、あの上にもカメラありますんで、今日すごい上なんでね、上見ないともう頭頂部しか映んないんで、3人とも結構いい年になってきたんで、多少薄さがもしかしたら。そうね、どうですか。いや、分からんよ。みんなくさくさ。分からんけど、この3人はもう白髪派だね。白髪やもんな。もう動画初めて10年ぐらいやってます。動画15年ぐらいやったけど、動画、うん、あ、そんなやってる。やってる。だってチリと北海道入れ替わった時からだよ。あ、11年、まあそうか、15年弱はやってんのか、うん、3人とも なんだかんだもう結構いるもんね、会社に。そうなんですよ。しかも皆さん、花尾ちゃんなんて初め営業だからね。そうです、そうです、うん、免許なくなって、そうそうそう、営業できなくなって、北関東にの編集やるなら残してやるよって感じ でちょうどチンパンさんが辞めるみたいな感じだったん、ね、ちょうど最初どうみたいな言われて、ね、営業なんてできてなかったやろお前。え、営業なんて。いや、めっちゃできてましたよ俺。マジマジ。あ、仲悪いのここは。いやいやいや。でもほら今やね、もう編集の終わった。確かにね、今こうやって動画撮ってますからね。そう、撮ってますよ。人生どこで何があるか分かんないですよね、本当に。分からん。やってみれば何とかなんだから、ね、食べんと分からん。そうそうそう。さあ再度確認させていただきます。天井の方はあれ、リセット5であれば、はい、650と前作同様、はい、まさかの。あと短縮されてる。次の1000円で到達しますんで、マジちょうど、2万円です。もっとすごいことに、俺前回その8回ボーナス引いて全部デフォだった台ですよ。まあ、ないなっていう台でもすげえチャンスゾーン入ったんですよ。あ、はいはいはい、1回も入ってない。そうなんですよね。十字目から行ってないですもんね。1回も入ってない。俺遅い番号でいいや。結論ね、合ってない。庭を頑張れ。で、転職もう終わっちゃう。ちょっともう自分終わっちゃいました。お前らそんなんじゃダメだぞ本当にな。あお前らマジで、いやいやマジでちゃんとした方がいいぞ。いやいや、なあ先輩で申し訳ないですけど、お前やぞ。俺かー。一番お前や。俺かー。天井やぞ。本当申し訳ないですけど、あれここでチャンスゾーン来たじゃないこれね。613で、613で赤いなぁ。613初成功してる。 初チャンスゾーン開演騎士団、はい、頑張れ。いらなかったなぁ。いらないな。はい、おしまい。進んでね、進んでね。まあ、ないな。進んでねえんだ。あ、そうなんだ。おー、もう1000円使うことになるじゃん。はい、3枚目早いなぁ。さあ、はい、私もちょっと抜けたっぽいですね。ね、終わりました。800、今900枚弱です。おお、いった。十字目から152ゲーム。チャンスゾーン。持ち目だ。これは戻したいね、早めに。いくぜ。よし。うまい。ジャック。スムスメラメラ。お、来たか。スムスメラメラ。おい、ナイス。うまい。素晴らしい。うまいね、マジで。うまいですね。レギュラーね。アイリス出てきてほしいな。出てきてほしい。持ちメダル。アイリスさん、アイリスさん。狙い。草壁し。新楽草壁か。今回はでも種ありって言うか、もう種ありって感じだね。めちゃめちゃ出ますね、全然来ますね。種ありですっていう赤手ロック。ここで当たっちゃう。694、676、はい、おここで俺が決めればいいんだろ。そうですね、それはね、見たい。あざ、うん、ーほらー、おーいいです。気持ち込めたもん。まず次でいいですか。次で一旦まず、ね、まず素晴らしい。落ち着きたいもんね。もうね、三連。あ、違うんだ。そこじゃないんだ。まあまあ。いや、それならもうもっと裏の方がいいですね。そうだね。もう後まで行ってほしい。
4まで行ってほしい。あーこれはね、これはね、まあまあまあ後々必要になってくるから、うん、まあ確かに確かに、そうだけど、うわ、最低設定で一番出るやつだから。うわーマジかーこれな。そこなんだよ。はい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 、ジリジリきました。お上手エピソード、エピソード持ってきました。これ 6.5 の時なかったかね。これはこの多分、あーこれのやつか、はい、あーよーし一発目しか行っちゃってください。何でっかな。あでも一番下っすね。先に言ってきます、はい、苦手です。ずいぶん先に言ったな。それを払拭してこそ苦手なんですよ。十字目引けないマンです。ザクちゃん、ザクちゃん行っちゃいません。本当にしないやん。しないです。弱点で当たりました。いいよ。得意かもしれません。L は。一個目。でもなんとなくぼんやりですが、今日は達成できる気がします。お。8000。8000。でももう12ですからね。あと2時間。あそこあと2時間しかないのか。3、ちょっときついな。目標なんで別に。時間はまだあるんですけど、もうちょい伸ばしてもらってもいいですか。まだまだ一応いっぺんにみんなが延々チャンス入れば、 そうですね、それはある、はい、まだある。レフォー行きましょう。さあ行きましょう。2つ目死んだ。しないんだ。本当に何なんだろうな。でこの2セット目スルーして終わるのが俺の一番のデフォーなんだよ。永遠あるあるっすね。予想通りの一番しちゃいけないシナリオがあと1ゲームで。いやーやめてほしい。いやそれだけは。あいや、まだ可能性ありますわ。ほらほら何がほら。これでね、しかもストックないんですよ。あもう怖そうだもんな。うわあきちい。僕はこれは大丈夫かな。強制からのある。はい当たりました。304ゲームで持ちメダル強制にいたら、おあった。おー一ついた。あぶねー。ナイス。あーやーい。あー序盤に受けろ受けろ受けろ。よし受けた。当てろ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 。あ大丈夫大丈夫大丈夫。4番に撃破。ポン。オッケー。おい。さあ二つ目。画面までもう。行きましょう。行きましょう。もう逃げさ続いてる間に俺も入れて。そうそうそう頑張ってるから。確かにこのタイミングだな。ノッカルにはねえ、ここ全員で入れてね、これみんなでね、数の力でバーンっていきたい。これは行きたい。いや変化しない。あら厳しそう。いや厳しい。危ない危ない。30ゲームかあ。ああダメだ。なんと今じゃない。今じゃない。時はまだだった。時はまだです。その時ではなかった。いやなっ。ああ下手を。ここじゃないんだ。ああないですね。いきますよ。はいない。ないか。はいない。しっかり変換して。しっかり変換。結論みんな下手なんじゃないですか。そうなってきます。今のところまあ千枚着までは行ったっすけどね。そ
こ抜け出せないとこれ多分達成できないよね、ゼンツは。さあ赤まで行きました。200のとこ悪うない。270、274。さあ今度アイリスの1が出てほしい。頼む。いやそれはね大分頼むよ。でもねアイリス次第の2が一番出てほしくなかった。頼む。ああ勝手に回っちゃったもん。あらーあらよし、一つ目。あとさ、この伝承者の影中にさ、前は5ゲームぐらいの連続演出行ってまた戻ってきてまた引けるっていう感じだった。30ゲーム間でね、はい、ダメでも今回あのさ長い前ゲーム数の方で行く、あの前兆の方に行きやすくなって、でなんか戻ってきたらもう終わってるみたいなのがないみたいなのがすげえ多くなった気がするんだけど、気のせい。あどうなんだろう、まだそこまで僕は一回こっきりですよチャンスはみたいな。これ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 、こっちがすごい増えちゃってさ、前はこっち行ったらちょっと強かったじゃん、その発展ゲーム数次第なんだけど、前兆ゲーム数次第であるんだけど、こっちばっかりになっちゃってね、戻ってきたらもうないんだよ。ああもうない。ああもう終わった、終わりやん。ほら26、27、28、はい29。ラスト1ゲーム、ラスト1ゲームあるか、1ゲーム1ゲーム捨てらない。ああこれこれはどう。無事。さあ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 皆さん寄ってらっしゃい、見てらっしゃい、あさあもう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 それもうそれ。うわまたこれだもんな、もうこれで1回で終わるんだよこれで。もうほんと今回これですよこれマジで。10時目1回でチャンスは、それで勝負つけなきゃダメだ。やったー、よいしょ、801いきます、よいしょ、はい。本村人出現してしまいましたでしょ。ほんとほぼこっちなんだよね、だな、ま、前浅草大戦のバックアウトじゃん言うたって。はい、さあということで全部で通して追加3本、全部で10本。あまだ10本もカモン。マジで全草壁やん。いやすげえな、オール草壁。チリちゃんがさ、前回例えば下だと分かっててもうちょい出たよって言うじゃん、はい、俺も同じ意見なんだよ、マジでデフォーが出すぎなんだよ今回、はいはいはい、で振り上げ変わってないってみんな言うんだけど俺変わってると思うんだよ。なんかその最初ツイートしてましたね、最初でしょ、うん、どうなのってマジで変わってると思うんだけどな、あまりにもデフォーが出すぎ。そんだけやっぱり上の割が上がった分全国的に上が使われなくなったのか、それはそうかもな、確かにその何なんか適当に打ってても、設定が 6.5 は入ってたって、実は4とか打ってたんじゃないのっていうやつだろ、はいはいはい、はい、その可能性がある機種だったもんね。そうね、追加とーっしゃ、はい、はい、だらだらマイナス8000。いやあるな、3人だからなマイナス8000すぐだ、だらだら打ってたらこれ延々はありますよね。なんかゆっくりゆっくりこうちょっと戻ってこう落ちてって夜9時ぐらいに達成しそう。マイナスを、マイナスを。あ、初めてあのチャックの方だ。あらら、ハロちゃんも1回出ました、ね、よし、2ゲームで変換、まあ、通常でしょ、もうそれはね、これはもう大丈夫いったね、はい、これでしょ。ゲーム、いやこれなのよ、本当に発表台見た、お、あるじゃん、あるじゃないのそれ、どうでしょうね、ドゲンチャンスまた出てましたよ、しかもドゲンじゃん、ある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 、いやあるやん、チルちゃん、どうでしょうね、それは大丈夫な台なんです、それは大丈夫です、大丈夫ですかね、大丈夫な台です、大丈夫な台です、庭王、はい、大丈夫です、はい、さあ、ということで入りました、久々にお待ちしました、はい、待ってました、庭王です。あ、俺、こっちだ、浅草、あ、しかも近い13ゲーム、おお。
待ってましょうか、はい、入りますよね、入りますよ、まだ全然あるのか、まだ17ゲームだから、ちょ待って待って待って、やれるやれる、3人でスタートいけるタイミングなら、そうよそうそうそう、結構ね、よし、はい、セラライ、もうダメなんから一回外すと、実は内部で変化しねえもん一回こっきりなんじゃないのこれ、6回目ないもん、変化しそうな感じがない、7回目、はい、もうダメ、はいはいはい、行ってください、行ってください今回の伝承者のかけチャンス1回なのかもね、マジむずいですね、1000枚、とりあえず1000枚行ってくださいまでにどっちかが入ってほしい、そうだな、うまい、早い、よし、おー、当てたー、庭を、やった、スケベラレーボーナス、いやー、来た来た来た、ついに知りもしねくせにラッキースケベラレーボーナス、もうレア役でぶち込むしかないす、はい、89、あ、これみんながいけるチャンスじゃない、来ましたよ、来ましたよ、これ追加1本25本、激アツ、おい、激アツ、序盤には大丈夫やろ、どうなん、あ、食らってるやん、序盤2期、え、ダメやん、大丈夫、激アツやろ、大丈夫大丈夫大丈夫よ、日本語勉強してどうぞ、よし、はい、取っていく、日本語に精通されてましたね、ですね、よかったです、レギュラー、ジャック、さあ入れましょう、マジでこれは、そうしましょう、じゃあ入れますよ、庭を、はい、入れましょう、これはマジで、じゃあ話先いきます、1ゲーム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 一番、ついについに出よ、入れよ、本当1ゲームは確定にしよう、もうなんならこれは入れよ、もう何回やってんねん、入れるしかないよね、13ぐらい回ですねえ25 マジで来んだよこれな、チャンスまだ1個もなかったらまずないよ、はい、俺は外れでした、お村人出現しちゃった、それで1ゲームに引いたけどもう30ぴったしです、あ、ようできてますね、ようできてるよ、ほんとだよな、続けとくんです、大丈夫です、天国で発せ、もうまあ知ってましたけどね、やべえ、もう13時だ、虫抜きで2時までは頑張ってみる、2時頑張りましょうよ、これは2時まで、2時過ぎたらもう諦めて飯食いこい、はい、おー、取った65ゲーム開演、まあ、でも割かしまだ電子のが入ってる方、入ってますね、俺のが一番挙動悪いと思 う、 最悪ですよ、最悪、でもさ、もしその伝承者の影が1回しか抽選のチャンスがないんだとしたらですよ、はい、より設定差は顕著になるんじゃないですか、いや出ます出ます、これはちゃんと AT に入ってる台はやっぱり打てるっちゅうね、ですね、スルーし続けてる台は打てねえっちゅう、よっしゃあ、一応当たりは取れる、オッケー、マジルゲーム、レギュラー、新楽のカーベイ、いやー、早っ、でもな、だから演出も弱いんで、これでほぼダメなんでしょ、もうほぼアウト、来ない方がいい、こっからだからレア役とかで頑張るしかないですよね、使えないんじゃない、どうなんだろうね、でも前回の 6.5 のやつもさ、まあ、AT 中伝承者の影じゃなくて、永遠チャンス中のもさ、書き換えはすごい弱かったじゃん、まあ、じゃあだからこの仮説が正しいならちょっと淡白だよね、2段階アップした、あ、それは強いじゃん、これは強い、あ、あか、当たった、やった、当たったじゃん、はい、行き申した、追いつきました、お待たせしました、いいか、消耗感、まあまあしゃあない、あ、追加で当たってます、
いいね、ナイス。やっぱさ、レア役が強くなってるよね。強くなってるかもしれないです、ね、なんでその分勝てない、そうそうそうね、はい、変換がね、はい、でもさ、本当はさ、このゼンツっていう企画はさ、はい、出たばっかりの信頼でやったけど、一番みんなのためになるんだからね。いや、そうなんですよね。本当はこれが一番いいんだよね。挙動見れるからですね、ずっと。やっと思い出してくれましたか。そのためにか。いやー、戦いがありましたよ。さあ、久しぶりの延々チャンスに来ます。1回そうなんだな。ああ、そう、チャンス頼む、頼むぞ。2連続、よーし、取った、ありがとう。12ゲームピック永遠ボーナス。あろうか、今チャンスアップ入ってるんで多分大丈夫だと思います。よし、つないでいけ、ハッスル、いいじゃない、いいじゃない、花尾ちゃん、あざす。延々ボーナス、チャンスね。あー、こういうの、こういうの、今回レア役だ、ね、今回レア役だから、そっちでも、ね、レア役の方だから、レア役の方だから今回は。あー、あー、いい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 、アイボーナス、アイボーナス、あ、いい、いい、いい、大丈夫、はい、ボーナス、はい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 、あー、ゲンガ、かっけえ、かっこいい、こんなに触ったっけ。いや、初めて見たっけ、俺も見たことないよ、めっちゃ熱いやん。うわ、かっこいい。ドン、ナイス、あー、いい、はい、あれ、これ全員チャンス、いや、来ました、それ何回聞いたか分かんないけど、見せましょう。新楽とカーベン、こいつがね、ちょっと折るんだよね。折りにかかるんだよ、連勝者の前にね。心を、心をね。緑まだ赤い子、赤い子、緑だから全然違うんだから、全然違うんだよ、本当に。ここがマジで違うんだから。おお、ちょ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 、お待たせしました、皆さん。いやいやいや、お待たせしました。いやいやいや、ないよ、よしよしよし、さすが大王、さすが、つないで、これ3人いったね、3人ついに3人とも永遠チャンス。はい、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 エピソード、ナイス、オーケー、地下へ、地下へできましたよ。どれくんの、ファールストック、正解で当たってるべ、頼む、はいはいはい、正解で当たってます。これ何、下から2番目です。まあまあまあ、まあ、よし、行こうぜ、みんな行きましょう。あ、今いたね、大変、大変な、はい、ストックランプ、いや、まあ全然いっぱいある、いっぱいある可能性ありますね、はい、入れときました、ありがとうございます。さすが2番王、あー、もう、おー、うまい、オーケー、よけた、まあいい、はい、オーケー、間に合いました、オーケー、無駄にせず、ナイス、一つ目ストック使わず、あ、スケベられるんじゃないですか、スケベられでございます、ストックあるよ、はい、スケベます、無駄にせず、よし、はい、来ました、やめろよ、やめろよ、自分から言ってるやん。アフタリーマッシュ、耐えてる、みんな耐えてる、みんな耐えてるよ、今、前は増えてきたんじゃない、500枚、300枚、888枚、全然増えてねえ。何も引けず、あら、まだありそう、あ、ここで引いてるやん、まだありそう、あり、いや、だからギリギリの戦いでしょ、今、ありそう、なさそう、いやー、2連続する、ダリー、ダメだよね、ダルビッシュだな、抜けました、すいません、抜けました、また入れればいいだけじゃない、終わりのせいです、僕らが続けてる間にまた入れればいいだけじゃない、そうそうそう、何か一人が繋がってるうちにね、こう繋いでいけば、それが繋がってもさ、うわー、来たな、来たな、はい、いや、発表しないでかい、おー、次回ゴール、そういうことですか、熱い、出たの、出た、そういうパターンなら許しましょう、こちら、あれ、白、あれ、何これ、何が出てくるんだ、
こんなパターンもあるの？ありますよ。死んだ場所じゃないよ。ジョーカーチャンスかな。あ、違うか。複数ストックに来たいな。まあ、じゃあストックができてると。そういうことですね。ありがてえ。あってほしいな。よしよしよし。チャンス目なんだ。あアイリスチャンスだ。ベル外れ以外。ナイスリープ。センキュー。なんとかなりました。上がってるよ。はい。乗ってきてるな。これでボーナスが4つ目か。チリちゃんも上がってきてますよ。ここで決めましょう。ただご報告がございます。2時まであと5分です。そうなんですよ。どうにか。間に合わんかった。結果はですね、2200枚です。いやでもまあまあ検討してますよね。まあまあ頑張ったっすよ。でもさ、思ってる以上に8000枚のハードル高いかもね。ちょっとそうっすね。打ってみたらさ、今のままだと全体見ててもね、うん、思ってる以上に8000枚のハードル高そうだね。あれももう右の兄さん4500枚ですからね。だから1回伸びた時は強いんだろうね。うん、伸びるからね。やっぱ違うっすか。やっぱりその有力感切るゲーなのはスマツロだからしょうがないんじゃない、うん、切ってからなんじゃない。チリちゃんみたいなエピボ持ってこなきゃいけないのかな。可能性ありますよね。さっきなんかエピボ多分レア役からのボーナスだったっぽかったんで、あやっぱレア役が大事になってるんでしょうね。可能性はありますね。避ける、当たる、いい音。6つ目これで私も1000枚を超えるということですね。おーすごい。じゃあ第1特集だったのに終わったっぽい。いやほぼあるんじゃない。あ、どんな色、はい、入れましょう。うわ、いやということで残念だから。何枚でしたか。300枚。さあ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 、1200枚超えました。次はティラプラスかな。もう一個は必ずチャンス炎上ね。まあ、ストッカーの時も炎上選ばれやすいかもしれないですね。ですね。ポット、あ、ポット下パでショート、ナイス。10の7だ。まあまあいいじゃないですか。取れてます、ね、あれエピモじゃないですか。ほら、おい、これはアーサーですか。アーサーエピソード、はいはい、アーサーエピソードは第8だからストック貯めますよ。OK、さっきちいちゃん何個だった。3個ぐらい。あーじゃあ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 、はい、おい、あ、いいねいいねいいね。オーケー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 、うます。はい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 、8発目、11の8、またレア役引いたんだ。よし、うわすげえ、やるね。これでプラス益だ。あ、マジっすか。プラスいった、すげえ。3万だな、プラスだ。さあどうストック。あーデフォなんだこれで。嫌な感じ。第8って盛り上がんねー。あー終わるんだ。マジか、やべえ。エピボからニスる。ニスるはね怖いですよ。でも浅草浅草、うお特殊。あーもういい、これは大丈夫でしょう。いやみんな入るんじゃないこれで。これは入るでしょう。行くでしょう。ありがとうございました。でね、言いづらいんですけど僕抜けました。いやいやー、このタイミングの合わなさがすごいね、さっきから。エピボから2つしか出ねえんだ。そうなんだ、過度な期待はですね。過度な期待はだね、本当に2つだよ、2つ。過度な期待、妄想を抱かないと。抱かないでください。上昇理論の参加条ですね。チャンス目、こっちの方が熱いんだよ。
よし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 、あっちほらほら外れ目だもん、当たってる、ナイス、よしよし、やっぱ冷薬よ、もう本当に見てて知ってた、絶対死んだ、もう常にいた、ミスる、うわミスる、第2回そうで、4枚目ですなる、頑張れ、うわーもう厳しすぎ、ナイス終わり、無事無事な、無事な、7枚目です、いや8枚目です、俺も5枚目です、あ、そうそう、危ない危ない危ねえ、危ない、っぷ危ない、っぷ違うんだ、ちょっとちょっとね、あ、2連続、ほらほら、あ、引いたじゃん、すげえ、うわ、結構で変換しやがった、ないってこと、ないってこと、え、あれ2回引いて、あ、その辺も前回と変わったのかもね、2個でしょ、わかんないっすね、2個なんてないでしょ、あ、めっちゃ引いてる、どういったさあ、来ました、すげえ、やっと、はい、次で出ちゃダメだぞ、そうそうそう、100で、うわおおアイリスの3ですね、アイリスの3、いやでも今日面白かったです、3人でできて、あれ、締めようとしてる、あれ締め始めてるまあ、頃合いではありますね、18時間くらい、たまにはね、こう呼んでいただいてね、そうですね、僕も楽しかったです、今日はあれ、2人目やっぱたまにはやっぱチリさんとも動画やりたいですね、続きは居酒屋で居酒屋じゃないとできない話もありますから、やっぱりですからね、何も新しい演言見せてないです、ないないない、何もないチャンスゾーン開演騎士団しかない、おお、ショーフリーズしちゃえ、このまま行け行け行け、行くんだ、粘れ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 、行くんだ、もういい、もう終わらせてくれ、すべてを、ああ回った、ただこれ普通にエピソードの方やんな、多分そうですよね、31ゲーム、はい、あエピソードでした、だいぶかかったけど、オーケーオーケーでしょ、61ゲーム、これはでかい、耐えました、勝負か、でもまあまあ全然全然、いや俺もないな、これ3個やな、2個目と3個目はやっぱダメだな、両方するわ、あの計算したところですね、自分次のボーナスであの2500ゲーム組みますわ、うん、エピソードボーナス間2500ゲーム、あ達成、はい、帰ります、それお見せしてね、はい、お見せして、まあそれ最後のチャンスですからね、まあ来るチャンスですね、こっちにもいろいろあるチャンス、告知にもいろいろある、告知にもいろいろある、告知にもいろいろある、まあ10人10ポコチンって言いますから、ね、永遠チャンス、開演、花尾ちゃん、花尾ちゃんです、当たります、いや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 、当たります、その言葉にはもう俺は騙されないぞ、中盤で当たる、中盤で、いやもうそんなに言うともう絶対当たらんけん、すぐじゃない、すぐじゃないから、中盤で当たる、チリちゃんにも聞いてみて、チリちゃんどう、チリちゃんどう、当たります、うわ当たらん、中盤で当たります、うわ同じこと言ってる、ほらほら、よし、いやそこ当たらない、中盤の序盤に、あ序盤だけに、序盤だけに、はあ、うわ怒ってるチリちゃん、チリちゃん怒ってるよ、ほらチリちゃん怒ってるよまあ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 、さあということでオープンから9時間頑張ってきましたが、追加投資が、うわついについに、はい、お時間が7時を回ったところで、9時間頑張ったんすけどね、粘ったっすね、おおおお先に、いやいいっすよマジで、いっおお引いた引いた引いたマジで僕らのこと置いてっていいっすよ、置いてくぞ、こういうの出た時強いよね、ほら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 、さすがです、やりおる、はい、いやよかった、もう久々に当たり見た、うわ本当だ、
てか本当当たり久しぶりじゃない。めっちゃ久々。ねえ。シンラ見るのも久しぶりですね。やめて。バカ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 。もう。はい、9枚目。9枚目か。9で5。9の5。で、俺がこれだけだったら2。うわ。19の5、14、16。でもね、46枚貸したから。あ、なるほどなるほど。そうなんだよ。またね、2万いくらぐらいなんだ。なるほどなるほど。終われると思ったじゃん。終われると思ったでしょ。さすがにさ、花尾ちゃんに1回最後当てさせてよ。当てる前に達成しました。やめてよ。ねえ、それは、ね、ちりちゃん。やめんよ、俺は。それは。俺はやめんぞ。ダメだよ、それは。で、いくらなんでも。かわいそう。ありそう。ボーナス来た。やったー、エピソードボーナスだ。635ゲーム。うわ、50ゲーム足りねえ。計算ミスでした。じゃあ僕そこで6枚目。レギュラーボーナス。容赦なし。容赦ないねー。なし。うーわうーわ、ちりちゃん、ここに来て、ここに来て変換なしだってすごいな、殺しに来てるね。店長見せろ、見せればって気使ってくれたんじゃない、ここまで来たらさーって。きちー、マジで最後これをあげたいよ。これを、これを花尾ちゃんにあげたいんだ。303。俺はだからアイリスで決着をつけたいよな。確かにね。俺はでやることは。あーさー、こういったタオル空気で読めないんだと思う。多いね。よーい、はい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 。はい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 、サービスぶりよ。いや、そこはもういただきでしょ、さすがに。めちゃくちゃ怪しい。あ、でかいの来た。あ、大丈夫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 。はい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 、はい、久々。はい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 、嬉しすぎて。いやいや、やりたい、やりたい、やりたい。今日俺はこれ最後だな、もうマジで。うん、はい、近い。まず最低限な。おお、第8、2個目、2個目。よし、避けた。決められちゃいましょう。あ、大丈夫だ、大丈夫だ。はい、スケベられましょう。まあ、ストックがあるとき出やすいわけですか、こいつは。下パネ消えました。いや、もう陽気な感じ、陽気な感じ。うまい。あー、陽気な感じで。中見てんだよ。やめてよ、やめて、やめて。陽気やな。上がらないんだよ。パンさんに。お、花尾ちゃん、ここよ、やらなきゃいけないのは。分かっております。あ、されたおー、避けたよ。避けた、やった。下パネショート。はい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 、ブル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 りました。よしよしよし、へー、倒した。いったじゃん、ハローちゃん。おい、いいよ、お二人が入った。よし、あー、マジよかった。多分計算間違ってなければエピボーです。98。よし、取り返そう。取り返せる。地下への、うん、最低限行きましょう。ほら、行ってこい。行け行け行け。
誰だ、あまあまあまあ大丈夫大丈夫大丈夫、さすがにもう2525、うん、回しましたから、泣いても笑ってもそうですよ。チャンスアップ、よっしゃ、フレイル取ったー、取ったね、花内やった、口にもいろいろ、あ、なんかやってる、宣言ボーナスを出す、よし、じゃあ来て来て、ここに乗って最後になってきたよ、さあ行きましょうよ、中さんも最後に全員で行こうぜ、いや行こう、はぜー、はぜー、ちょっとでも4枚目、4枚目やったはい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 、入れないとだからこれは、こっからそう、ちょっとちょっと待ってた、俺らなんならそっからか、あの電動車の影見ませんか、見ますか、見ましょうちょっと、さあ行きましょう、頑張れ千里さん、俺もねなんだかんだ結構4するぐらいしてるからね、変換なしだ、まずいただけないですね、そんなのあるわけないやん、この時間帯に天国あるから打てや打てや打てばいいじゃねえかよ、序盤を頑張ってたんだから俺、まあそうですね、そうね、序盤にが3連引いてんのにな、3連した3連したこのために、あー惜しかった、もう本当にもうお前はすごいだいだな、ナビ出しを出すね、ここでね、いやーニスルーはダメだ、1個ずれたな、クソ、いやない、終わったー、花尾ちゃん終了、いやマジか、しゃこれチリちゃんが来たから、うわすごい、これなんかもうスケベられないのかな、ここで今日多分できる、なんとかやってるぜ、すげえ、頑張ったんすよ、よし1000枚、うわすげえ、なんとか形にはやっと来た、危なかったね、危なかったね、7回引いてこなかったね、すげえ、これぞというのを待ったじゃない、こいつもありそうでしょうね、うん、いった、うわいった、すげえ、よし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 、さすが、最後もみんなで行こうよ、ダメだあとは任せましたワンチャンあるかなと思ったらないわ、さあということで57ゲーム改めまして戻ってまいりました、おかえり、ダメ、37本でラートム、あーダメだ、イエス、誰くんの天国もない、レーザー、レーザー、行きましょう、行け、これラスト、頑張れ頑張れ、みんな、あー、引いていく頑張れ、ミスルーはダメー、あっせー、うわ、ミスル、いやシリスボミータさんか、これうわー、非現人、これにてじゃないですか、脱落、まあ、僕ヒゲさん合わせて1100枚ぐらいなんで、あとチーチリさんが7000枚ぐらい出してもらえれば達成します、そう、可能性はある、あるよ、ネザーチリビトーがやってくれることを、ネザービトーがネザービトーこれでもし達成したらネザービトーで生きる、行きましょう、わかりました、わけで私はここまでです、814枚よ、お疲れ様でした、よっしゃ、サンスルいやーでもネザーですからね、ネザーなんですよ、ネザー微糖が変化しました、ナイス、ナイス、2回目なんで発展はあると思う、
出るのかまわずか最後に違う相手に戦ってんじゃん使わせてもくんだよねやったまだ頑張れるもういいって減ってたってなって300枚だって500枚ぐらいあったのにただただ減ってんのよ天国ばしたらまた減るなノーリアクション入りましょう天国天国天国お、あるんちゃうあるんちゃうちょっと切っちゃダメだまだ ありそうですよあるよあるそうですかまだ入れろと期待値あるある期待値あるなまだ俺に8000を超えの台は諦めさせないといけとドラマあるなあるなすげえいやほんとせめてアイリスゼロよ、そうそうはもう分かんないぞここアップですここギリギリマジで足りない可能性ある復活あるかもしれない復活ある復活ある死ぬです死ぬです結果発表お疲れ様でした戦い抜いたな死闘でしたねまあだからたまには3人でやるのもいいもんですね、うん、いつもとね違う風は吹いたんじゃないですか吹きに吹きましたよ、はい、早速ですが、はい、本日の結果の方報告させていただきます圧倒でしたねまずは3人の投資金額から、はい、私源氏57本私、37本私クッパですさあというわけで3人トータルでクッパです、枚数換算します、はい、46枚貸しでございますので8832枚で超えてる達成まずは全達成達成でーすいやまだ分かんないですよ投資はしてるんですけど、はい、回収がありますんでまあ最後激闘でしたからね回収あの回収が833枚以上3人であると、はい、残念ながら8000枚達成とはなりませんのでそうなのじゃあまずはチリちゃんからもうチリちゃん一人で越してるかもしれないですからね、回収なんと2枚いやもうみんな見てますよかったね追加としないでいい、ね、あれが天国と言えるのでしょうか言えます言えますよ、はいチャンスを含んでますから、まあ、でもその抑えたといった意味ではね、はいうん、というわけで残り、ファイターズね、830枚以内なら、はいはいはい、さあ花尾ちゃんどうぞ私が獲得289枚289、はい、でございますだから541枚以内なら達成でございます私異源人の回収が814枚ということです結構あるっすねつまり最終的なサマイスがマイナス7727枚で残念ワン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 ダブルで残念残念がいっぱいあるこういう時残念があった方がいいんですかねいやどうなんですかねやっぱりでもねチリちゃんはマイナス8000枚請負人ですね、まあ、今までで全然2回しかやってないですからね2回やって2回ともはいまあ一応前予想投資は達成してますからね、はい、もう読まないでほしい持たんよこんなの毎回やったらしょうがないから達成ってことでいいですかね達成になんかあるのこれは特にないっすあの8000という数字気分が乗るとなんかシール作ったりとか T シャツ作っちゃったりとかありますけどプラスの時ですよ大概は大概そうです作ってもらう、はい、そうですね作れたよというわけで、はい、まあ結構なマイナスになってしまいましたがまあ今回1日久しぶりに信頼ですよ、うん、スマスロ永遠の消防隊打ってみましたが各自感想どうですか、はい構成って打ってみたいなっていうのが率直なそうねまあ確かにそれはあの感想というか今日も分かんないじゃなくて誰も判別ついてないから絶対判別ついてないから絶対1ですよ絶対1ただ今ちょうどの設定の話が出ましたけども、はい、まあ僕この今日の前に1回打ったことあるときに、はい
打ってみてちょっと感じたことが今日確信になったんですが、はい、やっぱりあのレギュラーのですか、あれのこうシナリオの示唆が出づらくなったなっていうのはもう今日見ていただいて分かったと思うんですけど、間違いないと思います、はい、で結果今日1日3人で打って出たのが、僕がアイリスシナリオの2が2回です。ちいちゃんが俺が3かな。そうアイリスの3が1回ゼロですそうなんですよね。だから出なくなったんじゃない、わかんないですけどね。まあまあ出なくなった、まあまあ3人打ってこれならそうね、出にくいのかなと、だって前もし1度と仮定したとしてもやっぱりアイリスの2、3は出るから結構そういうとこ考えるとちょっと短時間でこう下を絞りやすかったっていう永遠のちょっとまあ良きところ、うん、まあ打ち手からしたら ね、それがちょっとなくなったかなと。その分設定推測に時間がかかるので多少投資はかかりやすくなったから逆に設定は入りやすくなったかもしれない。どうなのかですね、本当にそこがそ、ね、どんだけ出るのかとあれが分かんないですからね、うん、そうね。だからあとは上の挙動がどうなのかよね、そこです。挙動だけで判別がつくような機会になってるんだったらね、可能性もありま す、うん、ね。さあそこで重要になってくるのが、今日の店内状況でございますけども、はい、まあ、最後花尾ちゃんが見てきてくれましたからお願いします。じゃあこちらどうぞ。はい、というわけで本日の店内状況です。行ってみましょう、まずはこちらですね、県下最大級10ぐらい設置のエウレカ、すみませんエウレカですね、カード台からいきましょうか、もう枚数しか見れないですけど、これでは最高が6900枚出てますね。で真ん中頃行くとこちらですね、3300枚、すみません、もうちょっとあの人が入れ替わっちゃってるんで内容聞けてないですけど、でお隣も5300枚出てます。あとはこの253番台も、まあ、4100枚まで出てます。4200枚かなので、まあこんだけ台数多いんでね、さすがに何台かはあるような感じでございます。で次モンキータンスね、ここも最大4000枚出てて、ここも一撃3700枚、ここも2300枚か。やっぱ台数多い台は結構出てるよな。あ、こことかめっちゃ綺麗、もう満枚1万2000枚ね。でお隣も4500枚綺麗に出てますね。延々の消防隊ですね、スマスロの。ここ僕の松八がまあ5000枚ぐらいね、一気で行ってますけど、その後ちょっとしぼんでますけども。あとこのカロダイですね、ここも最高5700枚出ております。今も連チャン中かな。セブンライダーズなんかは一応3200枚割れてプラス、ここのアリも一応プラスと。でここ満枚出てんだセブンライダーズ。というわけでここまあ三大設置の島なんですけど、一応まあ全台プラスという感じでなっております。はい、で寝台のティガもまあ出てる台ありまして、ここっすね、わめっちゃ並び6600枚出てますね。お隣も9197枚、2台並びですね。まあ、ここも人入れ替わってますけど、ゴールデンカムイも3000枚ぐらい出てまして、隣の末尾2番台も3800枚まで出ておりますね。 B いかんに来ました。バルブレイブ行きましょうか。4014番台6200、まあ、6300枚、まあ、ここも一撃で8700枚か。まあ設定があるかちょっと分かんないですけど、まあ一撃ですね。で北斗コーナーの末尾8番台、1018番台、初当たりが346分の1で3000枚、約3000枚。お隣も今無双転生で、まあ、3800枚ぐらい伸ばしているという感じですね。これもワンチャン、まあ、一撃で伸びてます。359か、まあ、約3000枚出てます。マクロスフロンティア4が満枚1543枚出てます。素晴らしい。でもうあんまり人いないんでね、聞き込みできませんでしたけども、本日の店内状況は以上です。はい、これまで通りですね、メインどころのスマスローを中心に、まあ、2台並び3台並びの箇所が複数見受けられたかなと思います。でちょっともう日曜日でね、もうお客さんもちょっと入れ替わったりしてるんで内容とは聞けてないですけど、まあ塊はあったのかなという感じでございます。はい、気になってんのは永遠ですよ。はい、 L 永遠、 L 永遠打ってた僕らのプラス7台中何台だったんですか。プラス2台です。あとプラスの台もあった、はい、こういうのはあった。こういうのはないです。じゃあ安定感は今のところ今日の7台を見る限りはあまりなさそうですね。なんか荒そうな感じはしますね。やっぱりちゃんとやっぱりスマスロっちゅうような、うん、やっぱ出るところにやっぱり差があるのかなという、まあ、今日は7台中2台が
プラスでは上がれたと。しかもその2台が、まあ、一時期5000枚は超えてたということ で, です、ね、どっちも、はい、5000枚クラスの、まあ、一撃は持ってるんだなと、はい、いうことは分かったなということで、はいはい、その他機種で言うと、まあ、花尾ちゃんが言った通りやっぱり台数あるスマスマだね、まあ、セオリーですねここは。でブブブカラクリなんかのあたりも、はい、まあ、ドカンと言ってましたから ねあと信頼のエウレカもですね、はい、よかったと思うんで。なのでやはりセオリーとしては多台数機種狙うべきかなと、うん、ここがセオリー、はあ、ただ素直に言っちゃうとやっぱり今日が、収録日が12日ですけども、うん、いつも28でやってますよ ね, そうですね8をつく人がですね、やっぱっちの方がちょっと頭一つ強いかななんちゅう気はしたかなと、うんうん、先月もですね、その分やっぱり抽選人数は少し少ないので、はい、入ってるは入ってますから、うん、どっちの方が立ち回りやすいかは皆様次第になってくるのかなということで、皆様もどっちの日の電通発電が見たいのかコメントの方よろしくお願いいたしますということで、ちいさんどうでした、久しぶりに。いやまあ楽しいは楽しかったですよ、いろんな話もできたじゃないですか。こんなこの投資額以上のものを得たのかなと思います。こんなキャラじゃないでしょ全然させね、大変ですよそれはもうようやったよ毎月ね、クッパ投資。まあコメントでは一応なんか2人でやった方がいいっていう声多かったですけど、おい今日やってみて3人ですけど、はい、それについても感想ください。いや、よかったと思う。でまた3人での見たい、こういう人を1回呼んでみてっていうのありましたら、うん、まあ、その人の声あったら呼んできますんで、そういうともやっぱ2人でずっとやり続けてって言うんだったら、あの2人でやりますんで、はい、もう素直にコメントの方ください。ちいちゃん今日はありがとうございました。ありがとうございました。にわおさん最後は綺麗にあの掛け声で終わりましょう。にわおにわおの全通発声。